行ってみりゃわかるさ。 トール、サーブを教えてくれよ。 及川さん。 元気になったから暴れても大丈夫ですよが、 退院の意味だろうが。 向井監督。 おめえのチームだろうが。 根性なしだ。 カラスノの鵜飼って名前がもう有名だった。 誰彼構わずぶん投げたりしねえよ。 根性なしだけだ。 この身長だからです。 たとえどんな天才セッターが相手だろうと、 コーチのおめえがちょとんとしてんじゃねえよ。おいかさん、あの。 嫌だね、ベッグベッグ。 なんでわざわざ敵の話聞いてやんなきゃいけないのさ。 トビオ、及川さんに頭が上がらないのず。 彼女に振られたから暇だって言ったじゃん。 タケル、ちょっと黙ってなさい。 岩泉さんが無茶な攻撃をやるって言い出したら。 ちょっと。 ひなたが自分の意思で打ちたいって言い出しました。 だから俺の言う通りにだけ動いてろっての。 現状がベストだと思い込んで守りに入る。 それを理解できないなら、 お前は独裁の王様に逆戻りだね。 俺だけブレブレじゃんか。 俺がギュンって言って。 しかし間違ってるぞ、チビスケ。 それはちゃんと頭で理解しろ。 自分の持ってる武器を未知のものと思うな。 中学生? 高校地? 高校生だよ! サードテンポ。 さっきより速い。 でも… スパイカーの打ち方に大きな違いはあるか? ないと思う、マス。 助走を始める… タイミング? トスのボールのスピードが速いとか遅いとかじゃなく、 でも… ちゃんと頭で理解しろ。 つまり… エンジン速攻もスパイカー主導の攻撃だ。スパイカーが打ちやすい以上に最高のトスはねえんだよ。 片方じゃダメだ。 え? ちょっとヒナタ! ここで練習しろ! 1センチを… 1ミリを… 1秒早く。 おそらくそれは、ケイシンが何とかするだろうよ。てっぺんでの戦い方、教えてください。 それを理解できないなら、お前は独裁の王様に逆戻りだね。 体育館の点検終わってねえかなと思って。 止まるトスだ! は? お前自身がてっぺんで戦うためには、足りない練習量をひたすら補え。 こんにちは! トス上げんのはお前んとこの天才セッターじゃねえから、 そう簡単にはいかねえぞ。 ボールに触れられるのはわずか、 0コンマ数秒。 体が小さい分、他の全てで補うんだ。 ナス! お前の速攻、特別と身構えすぎて、 お前の変人速攻の時のトスは、 スパイカーの打点を通過するトスだ。 今までみたいに勢いそのまま通り過ぎるんじゃなく、 チビちゃんが欲しいトスに 100% 応えているか。 田中さん! お? おとといはすみませんでした! 真っ青だったな。死ぬ。何が怖い。ひなたはしばらく試合形式の時は B チームに入れ。 鍵山君と…全く別の自主練をやりたい奴が多くて、今のカラスノで安定してジャンプサーブが使えるのは影山くらい。登場ついでにさらっと拾われた畜生。俺のトス、朝日さんのサーブ練習も手伝いますから。下手くそはチビスケで十分だ。できるじゃねえか。 他の誰でもねえ。自分の意思で戦え。じゃあ俺こっち、島田さんとこサーブの練習行ってくる。前はちょっと合わないと、あわあわってなってたのに。ちょびっとだけ前よりボールがよく見えるよ。 明後日から東京だな。猫魔も来んだろ。はい。嫌というほども生まれてこい。はい。さて、朝から晩まで練習できる夏休みに入りました。このチャンスを貪り尽くしましょう。やべえやべえ、夜中に出発するのってドキドキする。運転は僕と鵜飼君が交代で行います。ひなたと影山、ここんとこほとんど会話してないけど大丈夫かな。あれは普通の鉄塔。
おい、それ暴言。あとここ埼玉だから。ひなた、身長伸びたか。よし、今回はガンガンメンバー変えていくから、そのつもりでな。はい、はい、ごめんなさい。じゃあナイスレシーブ。短すぎた。影山のトスが前とは全然違うことだ。ナイスヒナタ。こいつ、お前と違う。開いた開いた。うん、実に小気味よい、小気味よいほどに。カラスだけあってさすがの雑食性。神前と部下はまだ一冊目。レフト。やめろ、食べ物に失礼だぞ。なんでだ。鵜飼さんにタブレット借りてシンクロ攻撃の動画確認すんで。よっしゃ、汗。自主練とかしないのかなと思って。練習なんて嫌ってほどやってるじゃん。ああ、ちょっとそこのカラスノのメガネのブロックなしでスパイク練習しても意味ないんだよ。頼むよ。だから俺がブロック飛びますってば。3本の指にはギリギリ入れないですかね。もう少しブロックの練習した方がいいんじゃない。全然速攻合わなかった。練習しないと。お願いします。シャス。おい、パン。でもじゃあ2枚でどうだ。2枚上等。うえー、くそー。ガッと止めないと。ガッと。僕まだ若くて発展途上なんですよ。ひなたと僕じゃ元の才能が違いますからね。じゃあ僕お役御免ポイント失礼します。いや、おい、カラスノのチビちゃんは確かに得体が知れないし脅威だけど、叶わない存在として見てるなんてさ。もう一回もう一回。ちょっとタイミング早すぎんじゃないですか。そんな風にやるから。岩大きいんですね。なんだと。生意気なやつめ。おお、うわ、すげえ。なんだ。昨日オタクのメガネ君の機嫌損ねちゃったかもしんない。確かに月島は日向に引け目を感じてるとこあるよ。うちの姉ちゃんが。そういえばさあ、メガネな、クッソ生意気だよ、可愛くねえんだよ。つまりダンバレが一番強かった時期な。小さな巨人がいた頃、名字が同じだけの別人かもしんねえし。まだまだ、あと10往復はいけますよ。いや、勝とうよ。下から強烈な才能が迫ってくる感じ。まあおかげで俺も他の連中も火がついた感じだ。気をつけないと。ポジションが役割的に日向とライバル関係に近いから。レフトレフト。おっしゃ。別に熱血を求めてるわけじゃねえけど、このまま実力で抜かれていくなら任せろ。すいません。レフト来るぞ一番。もう一本引き締めてみせたな、カラスノのエース。先行っていいよ、大丈夫だから。自主練だ。いろいろやったらやれんじゃねえかって思いますよね。いろいろって。クロー、まだ何も言ってねえよ。なんだよ、なんだよ月島よ。日向なら今の月になんて言う。え、だって月島はバレーやりたいのかわかんねえもん。あんなことや、こんなことするのに。月よ。山口なら月島になんて言う。なんでそんなにひょろっちいんだ。すぐ泣くよこいつ。泣き虫かっこ悪。バーカバーカバーカ。ちょっと待ってよ。すっげえかっこよくて羨ましかった。月島になんて言う。じゃあお先です。おお、ウィングスパイカー3枚になっちゃうけどいいだろ。いつまでもベンチ温めてると思うなよ。そんな悠長なこと言ってらんないんすよ俺。レフトレフト。4番。
兄ちゃん、高校はどこにするの？カラスの。ああ、ただいま。でも、目指せ1年でレギュラー入り。高タンパク&低脂肪でしょ。そうそう、よろしく。兄ちゃん、明日試合でしょ。見に行っていい？中学と同じ？そうだよ。じゃあエースだ。最初は全然思い通りに飛ばねえだろ。ちょっと構えてみ。ちょっと俺に投げてみ。してるし。嘘つけ。その顔バレバレだっつーの。あのん、この間どうもありがとう。野球もサッカーも怖そうなやついたけど、俺まだ学校の運動靴だから。僕もお下がりだよ。一応エース。このチームだったの？あ、エースとかかっこいい。たくさんスパイク決めてきた。かっこいいじゃん。山口、授業なんだっけ？国語。明日カラスノの試合見に行くけど。月島の兄ちゃんもカラスノバレー部？試合出らんないなら強豪行くのも考えもんだわ。そんなわけないだろ。試合の様子とかいつも聞いてるし。大エースって呼ばれてる2年生エースだよ。俺の兄ちゃんだって3年なのに試合出れてないんだよ。一本一本ナイスターン。かっこ悪い。たかが部活のことだったのに、兄も多分信じようとしていた。ズッキー昔から何でもスマートにかっこよくこなして。最近の月はカッコ悪いよ。月が日向に勝てばいいじゃないか。どうしてこっから先は無理って線引いちゃうんだよ。万が一にも全国に行くことができたとして、みんなどんな原動力で動いてんだよ。そんなもんプライド以外に何がいるんだ。まさかこんな日が来るとは。お前いつの間にそんなカッコいいやつになったの？ちょっと聞いてくる。月、最初の3対3やった時からそこまで心配してないよ。俺たちはまだ発展途上もいいとこだし、理屈も理由もわかんないけどさ。確かに。山口くんが規制を発しながら走っていったんだけど大丈夫かな。月島ってさ、格好悪いことを絶対やらないじゃん。バレー上手いのと下手なの、どっちが格好いいのかなんて決まってんじゃん。すみません、ありがとうございます。優勝は難しいですよね。可能じゃねえだろ。学生時代部活を頑張りましたってかけるくらいの価値じゃないんですか？惜しかったくそ。特にはそれはさ、下手くそだからじゃない。ストレート打ちが試合で使い物になるようになってから、同じブロック相手に全く触らせず打ち抜いたった。その瞬間があるかないかだ。まあそれはあくまで俺の話だし、俺がお前がバレーにハマる瞬間だ。山口くん戻ってきた。山口、月島は同じポジションだし、俺にないもん全部持ってる。ひなたと月島だから。羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは